中のあるシーン、はい、まあでもスクランブル交差点ですね。やっぱこのペルソナ5ザスクランブルっていうのはその渋谷のそこから来てる、そこもあります。あ、そこだけじゃなく、はい、そうかそうか、いろんな意味も含めまして、いろんな意味を含めてスクランブルの名前にしました。お、楽しみ。じゃあクランタンめっちゃいますね。もうハロウィンじゃん、はい、ハロウィン、はい、じゃあお願いします。ハロウィンだ、ハロウィンだよこれ。プリンスオブナイトメアと書いてあるじゃあまずちょっと基本的なアクションなんですけれども、まあ四角ボタンと三角ボタンの組み合わせでいろんな技が出ます。これはもう本当にバンバン押していくだけでご覧のような感じで華麗に、今のが四角ボタンだけですけれども、これに組み合わせるだけで他の技、こう今バイコンが走ってきましたね。すごい動き早いですね。そうなんです、うん、このハイスピードアクション、これうっかりすると囲まれてえらいことになるので、今あの熊部さん巧みに避けて動いていらっしゃいますけれども、敵の動き結構早いですね。そうなんです。思いのほか素早く迫ってくる。で今ちらっと出ましたけども、まあ、銃撃なんかもありますね、はい、じゃあ肝心のペルソナをちょっと使ってみたいと思います。はい、ご覧ください、今ペルソナ攻撃範囲、はい、あの上下でまず技が選べます。さらにこれは主人公だけなんですけれども、左右でですねペルソナをこう切り替えることができるんです。でこの間敵止まっているんですね、はい、ですからどのペルソナでどの技でいこうかみたいなところはゆっくり考えていただいて、ここは考えられる、大丈夫なんです。で今ちょっと主人公と被ってしまってますけど、緑色にあの敵の、アナライズ情報も出てるんですね、はい、ですからどんな敵だろうかで、はい、どの技がいいだろうかは割とじっくり考えていただいて大丈夫なんです。なるほど。じゃあちょうど今 A 波でウィークがつけるとなってますので、これを打ってみると、これ表示される範囲は技によって違う感じですか。そうなんです、技によって違いがあります。バイコーンの暴れまくりとかもうちょっと広い、あ、広いですね、はい、おー本当だ。これ意外と戦略性というかどんくらい巻き込むかってところも大事なんですか。そうですね、結構遊んでみるとですね、あの SP 大事です。これはもう本当ペルソナもそうなんですけれども でしょうね、ですから割と効率的に弱点を突き広範囲の敵を巻き込むっていうプレーの仕方非常に重要になっています。結構 SP 切れ引き起こします、適当に当てたら。いや先ほどからちょっとありますけれども、はい、銃撃も、うん、実際にこう銃を構えるとまたこう敵止まってくれるんですね。 ありがたい。今ため打ちをしました。すごいね、ため打ち、はい、実はそんな要素も、やっぱりアクションとしてかなりカスタマイズされた状況ですね、はい、で銃はキャラクターにも、はい、でも違いますし、はい、逃げることもできるんですよね。だからちょっとこう避難というかね、はい、今この場はもう完全に戦闘の中なので倒すしかないんですけれども、うんうん、戦闘によってはちゃんとエスケープもできます。で今ちょっと頭の上の方、うんうん、光ってるところありますけれども、ちょっとジャンプしてみてください、はい、これファントムムーブと呼んでるんですけども、今回はこういう背景物を利用した軽快な、なんかオタクの人の憧れのやつだ。いやほらあのなんかさ、オタクの人の憧れ、あの高いところ登ってこうやるやつ、はい、まあまあまあ憧れじゃない、なんか電柱の上にさ、うん、立ってこうやるとかさ、立ってね、腕組みしてね、こういうのこう信号機の上に乗るやつとか、うん、見下ろせます、うん、そうやりたかったやつ。これ何の意味があるんですかこれ。いやこれは移動もそうですけれども、はい、先ほど申し上げたように SP 大事です、はい、でそういう中でこの背景物を利用してこんな攻撃ができます、うん、おおですので、うん、飛び移ってかつ攻撃にも使えるファントムムーブと呼んでいるんですけども、はいはい、こういうアクションが入っています。これ気持ちいいですね。いやかなりアクションの最中にも飛び移って、うん、パッと、ああいった技出すことができますので、もう使わない手はないと言えるぐらいだと思います。じゃあ、今熊部さんすごく僕の説明に合わせて四苦八苦プレイしてるんですけども、もういつもの本来のプレイ始めていただきたいと思います。慣れた方だとこうなります。どうぞ。なんかドローン飛んでるな。はい、適当に暴れていきます、はい、まず銃撃からこのように追撃といって、敵から敵に飛び移ることができたり、エリアルコンボがずっと続くんですねそうですね。あとはですね、まあ、ジャックランタンとピクシーが両方とも氷結が弱点なので、まあ、ブフを合わせるとこのようにいっぱい弱点がつける状況が作れます。おお、あっという間に、はい、本当に慣れた人のプレーってジョーカーを見失うんですよね、うん、黒いから特に一瞬紛れてめちゃめちゃ早い。またですね、バイコーンがちょっと強いのでドルミナーとかを使ったりして、うん、寝ないですね。もう一回使ってみます。これドルミナー、あ、寝ましたね、うん、このように寝たりします。バッドステータスもあるんです、はい、バフデバフの概念がちゃんと存在するんですね、はい、
で、ペルソナ5原作でもありました通り、はい、寝てる敵に物理攻撃を当てるとテクニカルが取れます。はいはい、今名前のところにちゃんとテクニカルっていう字が出てますね。はい、まあ使ってみます。おお、いいですね。大ダメージを。でですね、ヒットポイントの横に時々盾みたいなアイコンが出ていると思うんですが、こんな感じですね。このようにこの盾のゲージを全部削り切ることでワンモアや総攻撃がこのように今一瞬でしたけどワンモアって出てましたね。まあ、なのでこのゲージをうまく削りつつ、まあ相手を攪乱しつつ、まあ囲まれないようにどん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 敵から敵へ飛び移り、おかわりきてる。まあ空中でペルソナ召喚もできます。あ、空中からでもできる。空中でもできます。浮いたまま。今ダメージ量が何気に見逃せないくらい、一撃であれだけ減ってますよね。うん、これ結構、これノーマル難易度ですか、これ。はい、今これまだ調整中ではありますけど、はい、ノーマル難易度でやっていただいて、結構なダメージですね。はい、相手雑魚なのに。ですから割と今熊部さんがおっしゃっていたような駆け引き要素をどんどん活用していってアクションしてもらうという内容になってますね。なるほど。あ、危ない。ちょっと危ない。慣れてる人でも普通にダメージは受けるんですよ。そうですね、完全ノーダメっていうのは今日厳しい感じですね。こういう時にはですね、ピクシーを使うことで攻撃でこのようにディアで戦いながら回復することもできますし、うん、あ、終わっちゃった。これってペルソナ仲間にできたりとかもするんですか。はい、じゃあここはスキップで。すいません、さん、うん、すいません、ここはまだ見せませんですが、見てください、仲間も増えました。お、パンサーとスカル、そして、今回からの新キャラクターの一人、このソフィア。お、なんだなんだこいつ、どうした、はい、がもう加わった状態になりますね。はいはい、で、あの一瞬映ってましたけど、パトカーなんかもちょっと加わっていて、はい、うん、で周りの敵もさっきよりもちょっと新しいものも増えた状態になりますね。ちょっとさっきの状態よりも少しヘビーになった状態ですけども、またアクション再開していただきたいと思います。左の方にアンドラスいますね。いますよね、めっちゃ腕組みして見てますね、こっち。では実際にパトカーを使ってみたアクションに移ります。実際にパトカーを、はい、こういうことができます。おお、これは進路に響くぞ。あれ税金ですよ。はい、いいんすか。あ、で総攻撃に行きました。あのパトカーの爆発もちゃんと火炎属性がついてますので、弱点をつけばちゃんとってな、はい、すごい総攻撃。このパトカーはあの認知の存在ですか、実はパトカーですか。いずれかの存在。人がいないことを願う、はい、ゴッサムシティじゃん。でもこれぐらいその背景物を利用っていうことは実際戦略にも大きく絡んでくるようになってます。ショータイムしていいですか。はい、じゃあ打っちゃってください。ショータイム。じゃあ最後にショータイムをします。ジョーカーはペルソナを切り替えられますが、はい、ペルソナの数だけショータイムは作っています。今回はピクシーをお見せします。はい、おお、構えとこのように、おお、これ全体攻撃ですか。はい、的には。うわ、すげえ。なのでまあゲージがいっぱいになったら打たない手はないっていうぐらいの大技になってますけど、本当にジョーカーはかけてるペルソナあの次第であのように演出が変わります。ありがとうございます。とりあえずまず基本プレイの方はここまで。